お前ぶち〇ぞお前ほんとせーのたまたまですグズーイ最近俺らにコメント多くなったよね。あ、嬉しい、ありがとうございます。ありがとうございます。気合入ってんね。だって今日は気合入れないと多分やっていけないよ。え、今日の企画は何ですか。今日はアンチモノマーす。ありがたいことにコメントもたくさんいただいて、アンチもたくさんいただいて、大半アンチが占めてんだけどね。いいことだけどね。いや、俺は許さない。お、強気じゃん。そう、一人一人もうどんどん詰めていこうかなと。もうこっから俺はもう昔の血がドバドバよ。昔陰キャでしょ。言うな、ガンガン陰キャ。陰キャの血がドバドバ出てるらしいぜ。ガラスとかもバリバリ割ってたからな。心のガラスが割れてたみたいです。そう、しっかり割れさせてもらいました。ってことで、じゃあ今日はそういうアンチをカッチが紹介してくれるってことなんでしょ。そういうことになります。じゃあさ、ちょっとさ、弱いのからなんかちょうだいよ。オッケー、弱いのからちょっと言ってみる。うん、お願いします。まあこれから一つ一つのコメントに対してね、思いを込めて、はい、読んでいきます。はい。まあまずは軽いの。はい。 YouTube ガチやめろ怒り、やめろ怒り、やめろ怒り、やめろ怒り。うわー、究極すぎる。でも理由を教えてほしいわ。うちらの顔がブサイクで見れないからやめろなのか、それか面白すぎてもう腹がよじれるくらいもう笑っちゃって痛すぎるからやめろなのか、わかんないじゃん。ポジティブの極み。そうでしょ。あれだよ、思い出し笑いとかして多分寝れないんだよその人夜。だから本当にそれは申し訳ございませんでした。申し訳ございませんでした。じゃあどんどん行きよ。次、はい、お願いします。ネタでもおもんないの天才、 YouTube 向いてないよ、やめな。ありがとうございます。天才言われました、いただきました。逆にここまで言われると気持ちいい。なんかな、天才になっちゃった、うん、ああもうこれはむしろ本当にありがとうって出ちゃう。ああ、お願いします。底辺 YouTuber 感が逆に面白いです。悪口じゃありません。ありがとうございます。本物のありがとうでーす。悪口じゃありません出ちゃってるから、うん、まあ、底辺の方がね、みんなとより近いですからね、会えますから。まあ、どんどん行きましょうね。ちなみにゆうちゃんに対してのアンチがないので、これからどんどんゆうちゃんへのアンチもお願いします。うん、いいよ。なのでゆうちゃんへのコメントを1個だけ入れときます。あるんだ。前田敦子の声にそっくりだ。私のことは嫌いでも、たまこさんのことは嫌いにならないでください。似てる。これから前田敦子応援よろしくお願いします。じゃあカッチのさ、個人のやつとかないの。そうだね、来たね。うん、ガチ決め。どっちだろう、どこがかな、言葉かな、顔かな。これもちょっとほっこりする。はい。最初はマジかってなるけど、最後持ってかれるわ。オッケーオッケー。こんなに再生回数の低いカップル YouTuber もいるんや。最近始めかと思ったら1年やってるんですね。頑張ってください。ありがとうございます。応援いただきましたよ。あなたの言葉がね、励みになります。本当のありがとうだよこれは。まあこんないいコメントもらったから次行こう。うん、キューンもっくそお前ぶちっそお前ほんとカスが。いいね、がいいね。さすがにもう切れんのやめよ、本当に。もう落ち着け。優しいの選ぼう。続いて、キモいなこいつ。クソお前。ボケやすが。おお。こいつってなんか私かな、やっぱ。クソとか言わないようなアイコンだから。ん、何これ。フクロウ。なんかフリーメイソンの。燃やすやつぞお前その。ふざけんなよ。フクロウは守れ。動物には優しいんだよこいつ。次行こう。うん。おもんないねん。関西人やめろ。確かに。しょうもなすぎて好き。ありがとうございます。時間を返せ。お前が戻れ、時間を。3回転半回そう、こう時計。すまないが低評価を押させてもらった。押してくれてありがとう。押す面倒をね、かけてくれてるってことだからね。嬉しすぎる。なんかどういう気持ちでどう見たらいいかわからない動画。もうね、こいつら大好きって思って。むちゃくちゃしたんだ。そう。こういう底辺カップル YouTuber みんな好きだから、いつまでも続けてくれよな。ありがとうございます。いいじゃん、嬉しい限りだよね。もっとないの。じゃあそろそろね、最後のネタに行きます、うん。これはもう俺がずっと言われてること。プロタンネタ。プロタンネタ？はい、行きます。はい。連続で行くよ。はい。スケプロ。プロタン、カッコ、賢者タイム。プロタン、性欲なし。漢字間違えてるし。いや、筋トレしすぎて老けたプロタンおるやん。
栄養出張のプロタンみたい。プロタンガリアリだけど、どうした？偽プロタン。健康状態の悪いプロタン。ありがとうございまーす。これはね、一部ですから。でもさ、こんなに似てるって言われてんじゃん。似せたくて似せれないじゃん、ああいう顔の人って。本当にさ、似てんのかなってのは、私も気になってたのよ。なんかさ、いつも一緒にいるからわかんないし、今日は、本当にカッチがプロタンに似てるか検証していきたいと思います。お、ここに来てやるわけですね。そう。皆さん知ってます？そっくりさんっていうアプリ。自分に似てる人を AI で探し出してくれるの。今日は、これをカッチ、撮ってみたら、本当にプロタンって出んのかな？もし、プロタンが出なかったら僕は YouTuber やめます。もうプロタンっていうね、コメント一切してこないでくださいね、皆さん。これ似てるって言われたらどんどん来てください。まあ、YouTuber で行こうかな。真ん中の方にあるから。で、勝ち取ります。はい、分析中です。結構似てる！ 96.7% プロタン出ました。本物やん。本物なんじゃないこれ。すごいわ。しかも2位はね、多分ね、スカイピースのあの人って、ジンタンじゃん。あ、はい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 。ちょっと濃いもんな、少しな。整形する前のジンタンっぽい。すげえ、96.7%。すごいね。本人認定だろ、これ。これもう、皆さんの目が正しかったってことですからね。96%? ほぼ97だぜ。似てんだね。ってことで、やっぱりね、ほぼほぼ、似てるっていうことが分かりましたね。素晴らしいです、カッチさん。最高ですね。これでこれからもプロタンのコメントをすごい待っているんで、どうぞよろしくお願いします。お願いします。ってことで、もっとアンチ拾えって思った方はチャンネル登録ね。言うの似てる芸能人も探してくれって思った人はグッドボタンお願いします。ということで今日もありがとうございました。せーの、乾杯！